じゃあ行きますか。
ここは通れないみたい。ジョーカー、あれ、よっしゃ、着いたね。ここからどうするの？探索を再開しようか。あいつか、あれやんのか。正体を見せろ。よし、こちらの先生だ。こいつの弱点は氷結属性。ジャックフロスト、いただいていく。ジョーカークイーン、どこでさ、そいつのゲットは初めてだな、ジョーカー。さて、お、正体を見せろ。よし、こちらの先生だ。ゾロ2体ダウン、まだまだ行くぞ。変装だ、これで終わりだ。急がりってな。よし、やれやれ、この程度か。シャドウがいるな。この距離いけるな。
やっちまうか。暴いてやる。
よし。ここで一旦休憩。到着。ねえ、これ。どうやら帰ったか。
くだらん。すまん。わかった。ああ。ちょっといいか。いや。いいか？よし。予告状か。本気にするだろうか。何しろ有名な人だからな。これまでも誹謗中傷の手紙はよく届いていた。書かれた罪状がマジかどうかは野郎が一番わかんだろ。というかまたリュウジが出すのか。前回微妙だったぜ。ならユウスケやってよ。すっごい後にして。後に。いや、バレるのがオチだ。俺の絵も文字もあの人はよく知ってる。じゃあ俺が考えたやつをかっこよくしてくれよ。予告状のデザインか。面白いかもな。怪盗団にとっても本物の証明になる。決まりだな。よし、あとはお宝をいただくだけだ。お前ら準備を怠んじゃねえぞ。帰ったか。よし。なるほど。
よーし。どうだ？よーし。どうだ？よーし。どうだ？よし。さてと。おはよう。そういえば、そう、お耳に入れたいことが。ちょっと外させていただきますよ。なんだね。こんなものが表に。手紙？それが、その才能が枯渇した巨職の滞在人、斑目一流斎殿、権威を笠に門下生から着想を盗み創作すら厭わぬ芸術家、我々は全ての罪をお前の口から告白させることにした。その歪んだ欲望を頂戴する、心の回答団より。誰の仕業だ？わかりません。同じものが至る所に貼られてまして。防犯カメラは？犯人らしき影はどこにも、猫が一匹映っていただけで。とっとと剥がしてこい。はい。なんだ。古典への影響といいますか、いたずらとは思いますが、マスコミなどには。盗作が事実だとでも？滅相もございません。あのガキどものいたずらか。まあどうということはない。どうせ奴らもこの古典が終わるまでだ。